能登半島最先端の場所にいます。ええ、ゴール見かけるに本名を言うな。はい、美味しそうな匂いがするところに日本海みたいな見たことないもうさ、行きたいとこがさ、だんだん見たことないのよ。モモンガをにこう日本地図こうあって、そこを食べたところに行こうとこう言ってたんですけど、あ、違う違う、ボモンガでボボンバボボンバしてきモモンガで場所決めしていきたいと思います。千万人死んじゃう死んじゃうわ。かわいくない。うわーパンスリーあ、パンスだ、あ、危ない。流れ僕らこれ、ライトついてるって思いちゃった。なんで、こしょこしょ話寝起きドッキリじゃないんだから。これを置いて、どこ舐めるかを。なんかくせえんだよ。いる、やばい、暴れてる、いるんだ。これ出たら終わりだから、こいつ。そう、トム、中入っちゃおう。はい、やばい、くせえ、暗っ。こんな感じ見えてんの？え？ちょっと見えてんの？ちょ、モモンガはどこにいるの？トモくん、そこ、なんか怖いな。トモくん、じゃね、モンちゃん、そう、こういうこと？あ、いいじゃん、いいでしょ、知る。よし、モンちゃん、え、いない？嘘。じゃあどこいんの？そこはね、え、嘘、いない、マジいねえ。あいつどこ消えた？初めからいなかったんだ。そうだ、俺ら何に、え、どこ、もんちゃん、え、ゴーン、どっかに死んだ。あれ、いた、聞こえる、うん、洗濯機の中に。どうも、やめろ、見てるから。どうも、似てるからやめて。何もしてあげないよ。本当にもう似てるからやめて。本当ふざけたとこ。マギの子は何やってんの今。マギの子は何やってんの。似てるな、ね、似てんの、似てんだよな、マジで。まあ頑張ってたよ。なんか似てんだな、ちょっとハスキーっぽい感じも。あー、どうしよう、こいつは出てこねえな。捕まえた、捕まえた。これがモンちゃんです。あ、そっちは、お、お、そうだね、あのだ、舐めてやろう。じゃなくて、かわいいな、モンちゃん。よし、どうしよう、どうしよう、遠くにやれる。海の量を食べてるからでしょ。まあでもね、海にいるミラーを食べてる。今ね、キョロキョロしてる。ほら、あ、食べた、食べた。ということは、え、待って待って、ここ、ここということは、石川、石川に決定。あー、石川、お疲れ様、ありがとね。目光ってんな、すごいな。はい、というわけでね。どういうわけだよ。はい、というさっきのね、一連の流れがあって、私たちは今日、今、ここ東京から石川県に行きたいと思います。そうですね。じゃあね、石川県で一体何分かかるのか、ちょっと調べていただいてもいいでしょうか。はい、石川県のあの一番端っこだよ、しかも能登半島の。能登半島、そうだよ、時間はあんだから。何にもなそうだね。お前そういうこと言うなよ。そういうことだけ言うなよ。でも田舎好きじゃん。田舎好き、俺らって田舎好き、田舎好き。え、金剛崎ってこと？ここ？ここ？金剛崎。そうそうそう、金剛崎で、金剛崎で何かして帰るっていう。なるほどね。どうですか？金剛崎で、金剛崎で、金剛崎を飲む。あ！いやいや、でもない。寒いかな。いや、寒くないし。寒いよね。寒いって言っても俺もうこれしか持ってきてないから。だから言ったじゃん、準備してこいったんだけ。上着とかないの？え、マジ？急いで。まあでもそしたら、そこのゲロ、そのトレーナーを変え、うわっ、ルート2つしかねえじゃん、俺ら。あ、北に北に、そう、ひたすら北へ、うい、南へ、せい、
エスジャンプだ。そうだね、今3時なんで、今日中には着きたいね。チャリで。チャリで、うん、でもさ、でもさ、今行ってもさ、22時で着。逆に、23時で着。その金剛崎はね。金剛崎まで行かないでしょ。確かにね。目的はそこだけど、石川県に入るまでだからね、一旦ね。明日、明後日あるからね。大丈夫、大丈夫。そうそう、あ、だよね。そうそう。うんうん。あら、金沢だったらもう俺まだ5時間で行けるから。お、いいね。じゃあ金沢5時間かけて行って、8時。ちょうど晩ご飯の時間かな。そうだね。うん、じゃあ行こう。よっしゃ、というわけで、金沢に、せーの、出発。4様。はい、どうも皆さん、こんにちは。というわけで、今から、東京から石川県にナビなしで行きたいと思います。ナビあれで行くよ。ナビあれで行くよ。あれ、ナビ貸しちゃうの。すぐ貸しちゃうじゃん。インドの修行僧じゃないんだから。いや、あれ、これナビセットしていくんですね。行くよ。あ、そうっすか。貸すのやめて、すぐ。あ、ごめんなさいね。はい、じゃあ6時間何キロだ。500キロ。ペニス。というわけで、気をつけて安全運転でね、行きたいと思いますので。ペニス確定ルートだ。行ってきまーす。今日